よる、肖像が、1689年。トマス・シデナムは、イングランド王国の医師。1676年の著作、医学観察で症候の観察に集中すべきと主張し、イギリスのヒポクラテスと呼ばれるほどの名声を得たが、シデナムが生前に、そのように称えられたことはなく、実際には18世紀初からの故障である。また、シデナム武闘病に関する記述でも知られる。 18世紀初のオランダ人イジ・ヘルマン・ブールハーフェは、シデナムを尊敬しており、そのアプローチは19世紀の医学を影響することとなる。ウィリアム・シデナムとメアリー・ジェフリーの息子として生まれ、1624年9月10日に、同セットのウィンフォード・イーグルで洗礼を受けた。兄弟のうち、兄、ウィリアム、フランシス、弟・ジョンは、新京都革命における、議会派の軍人であり、 マッテイ・リチャードは、イングランド共和国期の官僚だった。1642年7月1日に、ケンブリッジ大学、モードリンホールに入学したが、同年8月に第一次イングランド内戦が、勃発すると、オックスフォードシャーから同セットに戻り、兄弟たちと同じく議会派の軍勢に加入した。シデナムは、コルネットとして、兄、ウィリアムの部下になったが、 1643年には、王党派の軍勢が、ドーセットで優勢になり、同年9月4日に、デボンのエクセターが、王党派に占領される時は、シデナムも捕虜にされた。以降9から10ヶ月間ほど、捕虜のままだったが、釈放されると1644年7月に、兄ウィリアムと共に、王党派によるドーチェスターへの攻撃を撃退した。また、この時までに大尉に昇進している。 1645年や秋にトーマス・フェアファクスとオリバー・クロムウェルが同セットにおける王道派の軍勢を降伏させるとシデナムの軍歴も1646年に集結した。この時医師トマス・コックスがありウィリアムを治療したこともあってシデナムはコックスに同伴してデボンからロンドンに戻った。これがきっかけとなってシデナムは医師の道を志すようになった。 1647年5月1日に制定された条例により議会が代表をオックスフォード大学に派遣して反対派を追放することが決定されるとシデナムは同年9月30日にオックスフォード大学ウォダムカレッジへの代表に選ばれこれにより同年10月14日にウォダムカレッジに入学することとなった第二次イングランド内戦では参戦せず オックスフォード大学での業務に専念し、1648年4月14日に、報賞として、大学総長の第4代ペンブルック伯爵、フィリップ・ハーバートより B、B メットの学位を授与された。さらに、同年10月3日に、オックスフォード大学オール・ソウルズ・カレッジのフェローに選出されたが、この時は MD を習得しなかった。 フェローには1655年まで留任したが、実際には1651年に軍務に復帰した。それでもオックスフォード大学での4年間は、シデナムにとって、ラテン語の知識を取り戻し、医学を正式に学んだ大事な時期だった。第三次イングランド内戦中の1651年、チャールズ・スチュアートが、スコットランド王として退官した後、 シデナムは1651年4月21日に、騎兵連隊の隊員としての事例を受けて、再び軍務に復帰、はじめレスターやノッティンガムなど、ミッドランズ地方に駐留し、続いて、スコットランドとの国境付近に行軍した。チャールズの軍勢が南下すると、騎兵連隊はそれを、応用命じられ、これにより、シデナムは、激戦に見舞われ、9月3日のウスターの戦い前後に、 おそらくは重傷により、オールソールズカレッジを訪れて休むことを余儀なくされた。その後、内戦の終結に伴い騎兵連隊は10月20日に解散された。1654年3月、クロムウェルへの請願を提出して、兄フランシスと弟ジョンの戦士や自身の軍人としての貢献などを挙げた結果、クロムウェルは3月3日に、請願の内容を認め、 4月25日には600ポンドがシデナムに支払われた。この時、シデナムが適任とされる官職への任命も指示され、おそらく1655年1月にコンプトローラー、オブザパイプに就任、1660年の王政復古まで務めた。同時期に、フランス王国のモンペリエで医学を学んだとする説が、ブリタニカ百科事典や、 英国人名治店といった19世紀末から20世紀初の文献で唱えられているが、21世紀初のオックスフォード英国人名治店では確実な証拠がなく、他のシデナム製の人物との混同の可能性が高いとしている。特に校舎では、王立内科医学会に入会するときに証拠を提出しなかったことから、たとえ外国に向かったとしても、 外国で学位を習得するようなことはなかったと断定している。1655年までにロンドンに転居して、医師業を開業。1658年にペルメルに転居。1669年6月にペルメルの北側に転居した。1659年1月に第3議会への選挙では、ウェーマスメルコム、レジス選挙区から立候補したが落選している。 そして、1660年のイングランド王政復古に伴い、シデナムの政界における出世の道は断たれた。1663年に王立内海学会の試験に挑み、4月24日、5月8日、6月5日にそれぞれ合格した後、6月25日に王立内海学会から開業資格免許を与えられた。 開業資格免許の上の階級として、フェローがあるが、MD の学位が条件の一つだったため、シデナムはこの時はフェローを目指すことができなかった。シデナムは、m b の学位授与から20年以上後の1676年5月17日、ケンブリッジ大学ペンブルックホールで、MD の学位を習得したが、この時には十分な名声があり、自身の健康も悪化していたため、 シデナムはフェロー選出に必要な試験に挑むことはなかった。1665年にロンドンでペストの大流行が起こると友人の要請を受けて家族を連れて6月頃にロンドンから離れ秋頃に戻った。この時代病院に所属していない内海の患者は裕福層がほとんどでありその裕福層もほとんどがロンドンを離れて避難していたため 英国人名事典は、シデナムの行動を臆病だと責めるべきではないとしている。避難により、医師業が一時休業となったため、シデナムは著述業に集中し、1666年初には、初の著作メタダスキュランディ・フェブラス、プロプラゼ・オブザーベーショナブス・スーパーストラクタで熱病について記述し、1668年の第2版で、ペストに関する記述を追加した。 シデナムは、この著作で、ヤンファンヘルモントの主張を取り入れ、発熱とは、病気を引き起こす物質を、体から追い出すための働きであり、従って、治療は、発熱をやめさせることより悪い物質の追い出しを、手伝うことを目的とすべきだと主張した。また、天然痘に対する治療として、遮血や汗をかかせることに反対し、その代わりに液体を与えることと部屋の風通しをよく、 することを主張した。1676年の第3版で医学観察に解体して内容も3倍以上に膨れ上がった。シデナムは病気の原因の記述を試みるよりも症候の観察に集中すべきと主張し、自然は病気の形成にかけては均一的で守備一貫しており、同じ病気にかかった別の人物はその症候がほとんど同じであることを理由とした。 シデナムの後の医師は、シデナムの影響を受け、病気を症候に基づき症候群として分類するようになった。1686年には著作スケジューラモニトリアで、ノバフェブラス・イングレスで、シデナム不等病について記述した。上記の他にもマラリアの治療に気長を用いたことや、アヘンチンキの調合が功績として挙げられている。 1677年に通風により20週間の休養を余儀なくされるなど、1670年代末より常に慢性病に悩まされ、1689年12月29日にペルメルの自宅で死去31日にピカデリーの聖ジェームズ教会に埋葬された。シデナムの電気はサミュエル・ジョンソン、カール・ゴット・ロップ・キューン、 ロバート・ゴードン・ラサムが表している。シデナムは著作で1660年以前のことについてほとんど述べることがなく、オックスフォード英国人名辞典は、シデナムが王政復古期に、心境と革命との関連を隠そうとしたためだと、している。性格は謙虚で誠実とされたが、王立外科医学会の会員の一部からは、革新的すぎる、物言い,いが、 明けスけに過ぎるとして嫌われており、シデナムも同時代の自然科学や医学における発見をほとんど、顧みず、王立協会に加入することもなかった。一方で、ジョン・ロックや、ロバート・ボイルなど同時代の学者友人は多く、ジョン・メイプルトフトと,とも文通した。教え子に、ハンス・スローン、トマス・ドーバー、バーソロミュー・ビールがいる。うち、バーソロミューの母メアリーは、肖像画家で、 シデナムの隣人であり、シデナムの肖像画を描いている。1655年、メアリー・ギーと結婚、三男を設けた。ありがとうございます。